やっほー、サンタフーです。わー、こんばんは。サンタになりました。ショールーム限定サンタです。イエイ、こんばんは。すごい雪が降ってきた。雪が綺麗と笑うの。こんばんは、サンタさんだ。可愛いキュンです。ありがとうございます。恥ずかしい、なんか一人で何やってんだろう。恥ずかしいですね。いや、恥ずかしいと思ったら人生は負けだ。そうだよね。可愛すぎるよ。だってみんな、なんでそんなに褒めてくれるんですか？何か欲しいんですか？あげないけど。何もないけど。苦しくなってきた。ありがとうございます。あ、脇目から違う。なんかね、今日ね、お話し会でね、可愛い系の服着るって言ってて、でなんかその時に私の中の可愛いっていうのが、もう失恋ショコラティエのさえこさんだったの。みんなどう思う？さえこさん、私の中の可愛いの最上級がさえこさんなの。だからさえこさんが前髪分けてたから、分けなきゃと思って分けたんだよ。さえこさんの前髪真似したんですよ。強めに巻いたんだけど、もうお話し会で朝からなんかわーってなってたら取れちゃった。わかるでしょ。でしょ。うーん、そうそうそう、さえこさんはヤバかわってね、伝わるでしょ。ハートのネックレス可愛い。ハートのネックレスです。髪めちゃくちゃ伸びてるけど切らないの？なんかね、コウコちゃんに今日ふーこの長さキープしてって言われたからキープする。あるある言いたい、知ってますよそれ。ココナさんのあるある言いたい、言いたいあるある、あるある言いたいってやつですよね。知ってます。メリークリー、メリークリスマスイブ。キープする。かわいい、ウエストもちゃんとなって、帽子もあるんですよ。かぶってないけど、帽子はかぶってない。コンビニのケーキ食べました。だってコンビニのケーキか、かぶる？なんかね、かぶり方がわからんくってね。どうやったら、なんか耳出したらいいのかな。どうでしょう。
真っ赤なお花のどの可愛さ。最近はオレンジメイクだったんですけど、今日はピンク、眉毛も実はちょっとピンク入れてるんですよ。眉毛までピンクです。キャー、そう、真っ赤なお花のトナカイさんはいつもみんなの笑い者でも、その年のクリスマスの日、サンタのおじさんは言いました、暗い夜道はピカピカの、お前の役に立つのさ。やった、みんなが褒めてくれる、サンタ来てたら。毎日サンタ来たら毎日褒めてもらえそう。ふーちゃんにハマりそうで怖いやって。ハマろうやハマろうや。サンタさんメリークリスマス、メリークリスマス。メンバー今日はめっちゃすごかったよ、楽屋。あっ、安藤さんありがとうございます。タワーありがとう、ぴょん、タワーありがとうございます。安藤さん嬉しい、ありがとうございます。安藤タワー、タワーが、最近ハマってる曲、クリスマスなんてなければよかったなんてっていう、世界の終わりさんのサイレントですかね。メリークリスマスイブ。そう、サンタさんプレゼントくださいやって。ダメですよ、私は偽物のサンタですから。本物のサンタはもう今頃世界中でトナカイもうボンボン言わせてると思うんで。こんばんは。大忙し。そう、本物かと思いました。そうやろ、よく言われます。こんばんは。みんなはいちごのショートケーキ食べましたよって。いいよ、ふーちゃん好きになってよかったって嬉しい。それサンタを見て思ったんですか。違う、違うと信じてるよ。大天使風さんサンタさんですからね。嬉しい。おー、こんばんは。一時申し込みはお風10枚申し込みしたようだって。嬉しい。そうなんですよ、なんともう6枚目シングルの受付今日から始まってまして、びっくりドンキー。
しみ。ん？はじめましてしようかな、だって嬉しい。はじめましてしようぜ。こんばんは。申し込みました。みんな早いね。やっぱり先が、うん？早いのがいいって言いますからね、人生。びっくりドンキーってなんて略します？ビクドン。ビクドンやろ。全日程制覇考え中だって、嬉しい。ぜひぜひね、まだね予定わからない方も多いと思うのであれですけどね。ビッグドン。それはなんかあれじゃないですか、なんか怖いボスみたいな。ビッグドン、ドンってなんかボスじゃ、ボスっぽくない？大きいボスみたいな。もっと話したいもんな。そう、なんか会えるやつもあるんですよね、抽選で。ふーちゃんサンタ可愛すぎる。恐縮です。恐縮でございます。ありがとうございます。皆さんクリスマスはどうですか？皆さんどんなクリスマスを過ごしてるんですか？今私はショールームをしてます。ね、ショールーム見てますって。サイレントナイトです。なんだっけそれ、サイレンナイきっと君は来ない、一人、え、悲しいよ。サイレントナイト、グルナイ見てます。あ、グルナイあれですよね、今日首決まるやつですよね。私もちょっとさっき見てました。本田翼さんめっちゃ可愛かった。ゴミの仕分けしてるやって、やばー。あー、彼女とイチャイチャしながらショールーム見てます。今日決まりますね、今日決まりますよ。うんね、こんばんは。お、お酒飲んでますよって、いいね。シャンパンですか？あ、嬉しい。まさし、ありがとうございます。熊タワー、ありがとう。ありがとうございます。嬉しい。マジレスで仕事中ですよって、やばー。でもクリスマス仕事いいよ、いいよ、かっこいいよ。仕事してる人はかっこいい。ふーちゃんシャンメリー好きですか？シャンメリー飲んだことないねんな。シャンメリーってあんま知らへん。ジュース？明日仕事やで。私も明日朝から忙しいです。夜8時半ぐらいまでだった気がする。8時半か9時ぐらいまで。その次の日はもう朝爆早からの爆遅って感じです。師走やな。チャイティー飲んでます。お、チャイティー好き。チキンはケンタッキーが美味しいですね。わかる。ケンタッキーめっちゃ美味しい。なんか私ケンタッキーを食べたことがなかったんですよね、広島に来るまで。
だから3、4年前に初めて食べました。人生初ケンタッキー。そう、ケンタくん、え、ケンタくんって言うんですか。やば、友達みたい。大阪ケンタッキーないの？あります、あります。でもあんま行かんかったかな。うん、え、昨日のふーちゃんの応援のおかげもあり無事告白成功しました。ありがとう、わー、おめでとうございます。おめでとうございました。素敵。クリスマスイブに彼女ができるなんて、わー、頑張ってください。これから頑張ってください。おめでとうございます。すごい嬉しいな。おめでとうございます。ロマンティックですね。純白の雪が降る、うん、嬉しいな。頑張ってほしいですね。素敵な関係を築いてください。こんばんは。ふふふふふふふ、フレッシュなオリーブ。2期生からギフト来てたって。え、誰やろう、ギフト送ってくれたん。誰や誰や誰が送ってくれ、あ、アンナちゃん、さあ嬉しい。アンナちゃん、嘘、ほんまに。アンナちゃん、今日は川俣アンナちゃん、今日写真撮りました、アンナちゃんとそう、なんかショールーム見てくれてるらしくて。そう、でもいつもなんかあんまりふーも話せへんくて、あの2期生と。でもアンナちゃんが今日写真撮りたいですって言ってくれて、で、あの私も撮りたいですって言ってそう、一緒に撮りました。嬉しかった。私アンナちゃんすごい話したいんですけど、いつもなんかドキドキして、ニキちゃんに話しかけるとき、ほんまに何の猫かぶりって感じなんですよ。自分でも思うんですけど、いけなくて。でもなんか本当にそう、仲良くなりたいですね、もっと。そう、嬉しい、アンナちゃんそうなんですよ。ありがとう。フーパイセン、頑張り、頑張ります。フーパイセン。頑張ります。こんばんは。おふー、ぐいぐい来てくれる後輩好き、うん、好きなんか自分が行かれへんから、なんかぐいぐい来てくれたらもうめっちゃ開く心すぐ。そう、そうなんですよね。リコチの動画公開して、そう、リコチがもうすごいんよ。私もリコちゃんとも写真撮りましたよ、今日。そう、あとはあの動画も撮りました。リコちゃんがひたすら踊ってる動画、こんばんは。おふうの前髪にしてくれませんか。無理
こんばんは。嬉しいな。クリスマスって、クリスマスっていうだけでテンション上がりますよね。ね。好きですね、クリスマス。今日なんか特別に可愛いって。クリスマスマジック。髪伸びた気がする。そう、ちょっと伸びた。ゲレンデマジック配信も来た。やばすぎやん。スキー、スキーしたいな。ゲレンデ行きたいですね。でも普通に滑れますよ、私こう見えて八の字の初心者滑りの神なんで、初心者滑りしますよ。ハロって行けたらまだならないですよ。ゲレンデいいね、いいよね。ゲレンデ。なんかそういう特典映像とかあればいいのに、冬のシングルとかの時さ、なんか特典映像でメンバーがスキー合宿みたいな行って。それのなんかオフ動画みたいなのをひたすら動画回しとって、でなんか CD の特典映像みたいなのとかでさ入れる。冬はそんな、冬のシングルは。夏とかはなんかみんなでプールとか海とかね行ってるやつ撮るとか。オフ動画ちゃうわ。ウェア着てる女の子かわいい。それはそう、スキーウェアめっちゃかわいい、うん、バシャバシャ。こんばんは。冬大好き。今日はクリスマスに何を食べましたか？チキン食べたよ、今日。誘惑に負けました。美味しかったです。でも美味しいって正義だと思います、うん、いやもうこれは、うん、しょうがない、クリスマスだから。そうケンタッキーのなんかバーベキューチキンみたいなやつが差し入れできてて、そうそうなんですよ。それをなんか一人一個みたいな感じで来てて、しっかり食べました。美味しく食べればゼロカロリー。それ何やったっけ、サンドイッチマンさん、ドーナツのやつとかの。こんぐらいでした。なんかこんなやつ、なんか肉って感じ、ルフィが食べてそうなやつ。私サンタ着てる、サンタ着てるのになんかサンタらしいことしてないですね今。みゆみゆ3つぐらい食べてそう。そうなんか昨日もなんかあのドライブインライブの差し入れで、なんかマネージャーさんが三角チョコパイの差し入れを
してくださったんですよ。でそれでなんか私も終わった後に食べたいなとかちょっと悩んでたんです。でも食べずに我慢してたんですよ。昨日はまだ誘惑に勝てそうやったから。でどうしようと思ってドライブインライブ終わってから考えようと思って、そうで自分たちの出番終わって楽屋戻ったらみえみえの机の上に三角チョコパイ4つ置いててそうもう笑いました。もうさすがすぎてもうみゆちゃんってなりました。みゆちゃん、もうみゆちゃんは裏切らないと思って本当にそうなんですよ。でふうがなんか三角直売なんか多分私以外にも食べてない子いたんですけどなんか残り1個しかなかったんですよ。もうで「わ1個しかない」って言ったんです。そしたらあのみゆみゆがなんか4個あるからみたいな、欲しかった言ってみたいなもうなんかツッコミどころが多すぎて、そうさすがでしたね。本当にみゆちゃんって感じでした、うん、そうですよ。本当に今こたつ入ってるんですよね。寒くて寒っフーサンタだ。メリクリメリクリサンタさんもう無理や、寒いわ。下地味ちゃう、下もうワンピースなんですこれ。でもあの メディキット履いてます寒いからあのちょっとね、あのメディキットっていう、ね、素晴らしい代物があるんですよ。はい、そういう代物を今日はちょっと拝借させていただいて。メディキュットは甘えって言われた。メディキュットに甘えさせてくれ寒いねうん、湯たんぽ、湯たんぽ持ってへんな大好き、毎日履いてる。ワンピースタイプですなんか気管がおかしい急になる最近大丈夫ですふん会場乾燥してたかな。あ、でも暑かった。会場あったかかった、めっちゃ今日。こんばんは、初見ですって。あら、嬉しい。メディキュットがワンピースタイプっていいね、そういうことにしよう。じゃあ服を見せてくれ。え、立ってもメディキュット見えちゃうんですよね。メディキュット見えても恥ずかしいな。でもメディキュット付きのメディキュットです。ごめん、甘えてるわ。メディキュットに寒いから許してくださいあ、黒タイツ、はい、あ、間違えました。皆さん間違えました。今黒タイツを履いてて、そう黒タイツちょっと甘えなんですけど、でもそう黒タイツ履いてて、そうなんですよ。はい、すいませんすいません、黒タイツちょっと履いてるんですけど、そうベルトめっちゃちょっとなんかね、穴がねここにあるんですよいやこのベルトさ大きすぎる、大きすぎてそうさせないんですよね全然。だから穴なくて、ここ穴ないとこまで締めました。もうなんかこれ多分もうこのベルトだけ
なんか LLL ぐらいのサイズありそう。そうなんです、ベルトの意味がなくて。いや、これは私が細いとかじゃないんです、多分このベルトが大きい、めちゃくちゃ。サンタさんサイズだからね。なるほどな。こんばんは。すごいクマがいっぱい。ウエスト測ったりしましたよ。いつやったっけ、なんかフィッティングとかするときに測ります、いつも。全部もう胸囲とかも測るし、ウエスト、太ももの太さとか、太もも、膝周り、首周りとか、足首、手首、なんかこっから袖丈とか全部測ります。頭の周りとか、すっごいなんか身体測定みたいなのを結構定期でやるって感じですね。そう。あら、ひーちゃん、ありがとうございます。ひーちゃんかな、出る？ひーちゃん、クマタワー、クマタワーありがとうございます。クリスマスイブタワーやって、かわいい、ありがとうございます、嬉しい、嬉しいな、ありがとう、ひーちゃん。街のイルミネーションは光の花よ、季節のドラフ、ジャオウィンド、12月のカレンダー。ん？この前どこオンラインでおふうと話したの記憶なくて泣いた。え？記憶はあるよ。ちょっとじゃあ次は覚えててください。サンタ似合いすぎです。あら、嬉しい、ありがとう。こんばんは。今日ありがとう、楽しかったってね。楽しかった。楽しかったです。なんか今日ね、お話し会に来てくださった方がいて、あ、すごい、東京のスワンさんもありがとうございます。ありがとう。彼もクマタワーですよね。クリスマスイブタワーかな。ありがとうございます。ありがとうございます。スワンさん、なんかね、来てくださった方がいて、私未知の舞台を見に行ったんですよ。未知とおきちゃんのセプト見に行った時に、あのファンの方もいらっしゃってて、そりゃで、なんかその会場の入る前の階段登るところら辺で会ったんですよ、その方に。で、今日の話し会で会ったねっていう話をしてて、そう、会ったねって。そしたらなんか、ふーちゃんはなんか後ろ姿の髪質で分かったって言われて、そう、めっちゃそれがなんか面白くて、すごくないですか、髪質で分かってもらえるようになったんやと思って。そう、後ろ姿の髪質でふーちゃんって分かったって言われて、そう、すごいよね。そう、びっくりした。そう、髪質で分かったみたいです。後ろ向いて、嬉しかった。でも分かってくれて、香りで分かった。顔にも、顔に
今日香りはめっちゃ褒められました。なんかいい匂いするってめっちゃ言われた。新しいの使って、新しいのも何回か使ってるんですけど、嬉しい。どんな香り、なんか結構バニラ系の香りですかね今は。冬はなんか甘いのが好きなんですよ。カラナのボディクリームとかもすごいお風呂上がりに全身に私塗りたくるんですけど、それもなんか冬はなんか甘くさせるのが好きなんですよ、全身を。そうだからいっぱい塗ります。お風呂でスクラブっていうのがあって、それもチョコレートの匂いのスクラブずっと使ってるんですけど、それを冬になるといっぱい頻繁にやるから、そう、そうなんです。もうなんかそれがすごい至福の時間です。お風呂上がりのこうやってブワーってやる。フータさんだって言われた。フーサンタ略してフータですか？フータ。そう。お風呂入るの嫌いです。お風呂入るの嫌いなんですよね。寒いから。入ってしまえばこっちのもんです。街のイルミネーションは。お風呂の何が苦手なん？なんか入るまでにメイク落としてとか、まあ一番はこたつから出たくないですね。そう、露天風呂とか好きですね。家のお風呂が嫌いですね。この家のお風呂実家のは好き。実家のは入るし、ホテルのも入るけど、一人暮らしのお風呂が好きじゃない、うん、何なんだろう。ピンポイント、そう、フーサンタです。温泉好きやで。温泉っていいよな。サウナ欲しい。サウナいつか。サウナ入りたい。雪降ってる時の露天風呂とか最高や、ね、最高やけど、なんか猿になった気持ちになる。ふう、露天風呂入ってたらたまに、なんかめっちゃストイックにサウナ入りそう。ふう、めっちゃストイックにサウナ入ります。多分みんなふうと一緒に入ったら引くと思う。引くってか嫌がると思う、私とお風呂入るの。なんかすごい戦いやと思ってるんでだからあの付き合ってっていうタイプです。一緒に入ろうよサウナもう一回みたいな言います。めっちゃさっき上がろうとしたら、え、もう一回行かへんのって言います巻き込みますね、めちゃくちゃ。そう、もう一回行こう、もう一回って、もう一回サウナ行って、で10分経つまでは絶対出へんみたいな修行みたいな、こうやってサウナ入って、やばい熱いってこうやってって、10分経ったら水浴びて、あー最高、もう一回もう一回そう、もう一回もう一回だけって言って、そう行きますね、いっぱいあ、倒れたら確かに倒れたら出しますよ。ちおちゃんつけ、ちおでもちおちゃんと同じぐらいのタイミングで出ます。いつも
ちょうちゃんともサウナ一緒に入る。ちょうちゃんはホテルのお風呂でも一緒に入る今。そうなんですよ、狭いですめっちゃマジ狭いですよマジ狭いけど入りますね。この間そのお風呂でフーがなんか深夜の3時ぐらいにお風呂入ろうって言って2人でお風呂入ってでやってたらめっちゃ眠たくて、でなんか携帯をお風呂ってさこうなっててさこの角っこのとこにフーが置こうとしたんですよ。もう落ちるかギリギリのところに無理と思って「ちょ寝るわ」って言って「ちょ一回寝るわ」って言ってやろうとしたら千穂ちゃんに「あんたそんなとこに蹴られたらダメでしょ」って言われて、そう普通に怒られました。それでちゃんと翔ちゃん起き直してくれて洗面台のところでもうね半分寝ながら「ありがとう」っつってそういつもそんな感じです割と。そういやーお風呂入りますよ3時ぐらい。ちょうちゃんしっかりしてますねそういうとこは、うん、お風呂寝ますね結構寝ちゃう溺れそうになる気をつけないと。なんか3時ぐらいにお風呂入ったら2時間ぐらい入ろうかなって思うんですよ。でそのまま寝たらいいかって思ってしまうんですよね。よくないと思うんですけど、他に一緒に入ったメンバーお風呂ですか？結構おるよ。おきちゃんとかも入ったことあるし、みちゅうもあるし、ほのたんもある、まひちゃんもある。結構ある。なんか大浴場とかあるとゆみりんとかもあるし、ほとんどありますね。多分。そう。なんか一回でもめっちゃ危なかったんがあって、なんか大浴場でなんか私めっちゃ目悪いんですけど、なんかおきちゃんがシャワーしてると思ったんですよ。でまあ良かったんですけど、おきちゃんがシャワーしてると思って「おきちゃん!」って言ったら知らない人で、そうなんか。もう普通に U ターンしましたよね知らんふりしましためっちゃ似てたんですよ白姿おきちゃんに。そうもうこうやってやろうとしたんですよ。おきちゃんおきちゃんってやろうとしたんですけど、そこまで行く手前で気づいて、そうよかった触らんくてよかったって思いました。そうおきちゃんがなかった、危なかったですね。みんなも気をつけてください、そういうの。気まずいです。今日はありがとうございます。ありがとうございます。今日は話し会楽しかったですね。今年最後。そう。おふうさんメリークリスマス。メリークリスマス。
びっくり。良いお年を。早ないか早いな。参加したかった、来年に会おうねって。うん、来年会おうね。いっぱい待ってますよ。ぜひぜひ6枚目も。なんか感謝枠とかも今回あるので、あの写真とかあのサインとかあるので、ぜひよかったらチェックしてみてください。6枚目はぜひ。パネル今回もゲットする。お、素敵ですね。まだ日程、なんか全日程を把握できてなくて、どの日にどんな格好するとかもそんな決めてないので、まだ。でも全部楽しくさせる自信はあるんですけど、7月とかね、浴衣とかね着たいですけど、8月にもないやろうから。8月は7月とかね、浴衣1回とか着たいですけどね。何があるやろう。なんかイベントの時に盛大にやりたいなって思う、6枚目は。うん、そうそうそう。ゴールデンウィークありますね。梅雨の時にカエルの格好するのしやんわやめてよ、そんなしないですよ。そう、しない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 初コメですよって、ありがとうございます。嬉しい、コメントしてくれるの嬉しいです、めちゃくちゃそう、また日程見て決めようかな、どんな格好するかとか。でもなんか今回5枚目のシングルでいろんなコスプレをするんですけど、まだ半分ぐらいしか終わってないんですけど、フィフスのお話し会はなんか結構私服も見たいっていう方も結構いて、だから迷いますね、そういう面でも。確かに私服見せる機会もお話し会でしかないし、そうとかも思って、テーマを決めた私服とか、確かにそういうのもいいな。今日、そう、今日はなんかデート系のデート服みたいな感じのテーマだったんですけど、そう、うん、そういうのもありやなとかも、テーマ決めた私服もいいなって思った。今日のは好き、今日みたいな飲み方、ほんま？嬉しい。そう、ゆるかわとか見たいって。お、
いいね。古着チックのコーデが、そう、古着好きなんですよね。ゴールデンウィークは親戚に会いに行く服、お、ちょっとかしこまったやつ、ピアノの発表会みたいなやつ3回目のデートコーデ、なんかキュンキュンする。3回目のデートってさ、多分1回目はさ、なんかもう気合いバチバチじゃないですか。で、2回目も多分まだ気合い入ってると思うんですね。3回目ってちょっとなんか気の許した感じの格好っていうイメージ。ストリート系の服好きですよ。意外と好きですよ、私ストリート系。意外でもないんかな。なんかお姉ちゃんがストリート系というかで、めちゃくちゃそうだから、なんか近くで見てて可愛いなって思ってたよ普通に。そうそう、ふーちゃんたまにキョトンってしてるショールームって。そう、コメント見てるんです、みんなの。コメント見てんねんで、やっほー。そう、悩むな。でも悩ましい。見られてる、見てます。ん、今日のテンション好き。マジ？嬉しい。ありがとう。武道館リハは今月末から始まりますね。そう。結構今日のお話し会でも武道館のやつ、お話多かったかも。なんか武道館行くねとか。そう、おめでとうとか、6枚目おめでとうとかたくさん言われて嬉しかったです、めっちゃ。頑張る、楽しみねえ、武道館。でもなんか東京がすごいコロナ増えてるから、ちょっと不安もあるんですけど、もね、なんかあるといいなって思いますね、うん、でもなんか皆さんには少しでもやばいと思ったら、全然絶対なんか そのなんて言うんですか、うわー怖いと思ったら絶対 その怖い気持ちを優先してほしいというか無理に来るのはね、全然良くないことなので。そうそうそう、やっぱ怖いなって思ったらね、そっちを優先してほしいなと思います。成人式は私は大阪のやつに出ます。オンラインなんですけどね。そう、そう、もう親に店に帰るって感じですかね、どっちかっていうと。もはや成人式5月に延期になった。え、いいな、ふうも延期したい。大阪延期して、大阪延期しんひんのか。神田明神はね、48 AKB さんだけなので、今回は私今年はないんですよ。なんと悲しいんですけども、成人式ね、振袖予約もう取れなかったので、私は私服で行くことになりました。
私服で参加ですね。うん、悲しいです。悲しいだけ、悲しいだけです。そう、ね、夏の成人式、春じゃね5月春じゃね悲しい時ですね。配信23時まで、そうですね、23時になったらランキング読もうかな。私服も見てみたい。私服見たいですか？やっぱ私服も人気ですもんね。うん、メリークリスマス。うん、みんながいいクリスマスを過ごせてたらいいな。今から考える、あれ、服とか明日には出せないと思うけど、明日出せるかな、ちょっと考えるわ。うん、考えますので、皆さんぜひよかったら。ショートケーキ2個食べました。うん、いいやん、みんなで大きくなろう。当日のお楽しみとかもよくないですか？あ、確かにそれもあり、なんかプレゼントみたい。この日は謎々、謎々ちゃう、謎みたいな、何が出るかな、何が出るかな、何が出るかなみたいな。そう、ミステリー話か、なんか怖くていいな。味がありそう。シークレットワークいいなって。お、本当ですか？嬉しい、シークレットワークの提案してくれて嬉しい。ふーちゃん、明日のクリスマス、明日はね、いろいろ仕事がありますめっちゃ仕事ないよ、普通に今バーって言いそうでした危なあ、千代ちゃんと私服交換、確かにそれもいいなサンタさん頑張ります明日はバタバタですので。でも今日メールで送れんかった写真とか送ろっかな。うん、メール、モバメン、みんなぜひ読んでください。千代ちゃん以外大福交換しないの？あ、してもいいかも。誰がいいですか？なんかみんな分かりやすいな、うん、ちょっとじゃあ考えときます。またシークレットも作りますね。うん、じゃあとりあえず今からメモに起こして考えてます、考えてみます。いろいろ決まらん日もまだあると思うんですけど、決まった日をとりあえず出したり、
シークレットの日を作ったりしますね、うん、ほんなら終わるで、じゃあランキングを読みます。30位デュラント、29位田中ジョン、28位ゆうきこいとお話し会ありがとう、27位トリウミなーちゃんかみよし DD、 26位ナノ、25位平たく、24位ともき、おふうのお話し会から始まる4連休最高、来年もよろしく、23位がなさかん、22位がなつき、お話し会ありがとうございました、メリークに、21位がかずゆきけいけん、シャツおソロにするくらい大好き、付き合って、付き合えない、20位ゆきはや、甘風にメロメロです、メロメロ、19位がマミー、18位がそうめん、今日はいつも以上に可愛いよ、お17位が奥行き、サンタもデート風刺服も両方好き、嬉しい、16位がドリン、風サンタ可愛すぎてメリクリー、15位がタロス、今日はありがとう、来年もよろしくどうぞどうぞ、10位がセティン、今年最後のお話し会ありがとうね、また来年、13位がアルミン、12位がカヤッターン、11位が、ロングソードラストお話し会ありがとう、そして10位がブビンさん、ありがとうございました、そして9位がテリーピン、クリスマスオフと一緒に過ごして幸せ、ありがとうお話し会、8位がアキアキアキ、今日もありがとうね、好きが止まらへんわ、ありがとう、嬉しい、7位がおふおしのたかさん、今年もありがとうね、ありがとうお話し会、6位がともやさん、ありがとうございました、ともやさんだふんだ、5位がアンルー、最近すこすぎてやばいです、おふう沼です、沼ろうや、もっともっと沼ろうや、4位が東京のスワン、ありがとうでした、嬉しい、ありがとうね、安藤さんもありがとうじゃん、ありがとう、忘れてたわけじゃないよ、ありがとうございます、3位がひーちゃん、お寿司マン1号は来年もおふうが、最近お寿司かない、お寿司かない、お寿司さん、私はあのここで言おう、あのお寿司さんの日向坂の、日向坂さんのお寿司さんのメッセージ撮ってるんですそう、好きで、2位がサイゾウ風押し、ありがとうございます、サイゾウさん、サイゾウさん、たくさんゲストありがとうございます、ありがとう、そして1位がまさし、風は世界一かわいい、ありがとうございます、ありがとう、イエーイ、ありがとうございます、前にも言ってた、あ、言ってたっけ、やばい、ちょっと記憶力乏しいな、言ってたかな、ありがとうございます、まさし、はい、ということで皆さん今日もありがとうございました、皆さんとお話できて今年すごく楽しかったです、あのまさかコロナが来るとはって感じで、2月からの2月10日の大阪のね、インテックス大阪の AKB さんの握手会から全部なくなっちゃって、延期になったり中止になったりしたんですけど、でお話し会に変わったり、5枚目全部お話し会になったり、フォースのがお話し会になったり、2月1日かそうなっちゃったんですけど、それでもたくさんお話し会苦手だけど来てくださった方もいたり、まあね、やっぱりお話し会でまだ抵抗ある方もたくさんいると思うんですけども、このコロナの状況を少しでもなんかね、多分長い付き合いになるじゃないですか、このコロナの世界とは、だから少しでもなんだろう、自分たちで楽しい方向に持っていける努力をしていけたらいいなと思ってます、うん、ので、もうもちろんね、直接会えるのが一番なんですけど、その直接会えるまでの期間もね、
楽しみたいですからね、うん、いっぱい時間がかかっちゃうかもしれないので、うん、みんなで笑って過ごせるようにしましょう。なんか今年終わりみたいな配信してる。メリークリスマスイブです。そう、良いお年をまだやまだやまだやけど31日かなそれな。はい、でもまだあるんですけど、皆さん明日はクリスマス当日なので、皆さんが素敵なクリスマスを迎えられることを願ってます。私も明日はお仕事楽しんで、クリスマスにお仕事あるの幸せなので楽しんできます。ぼっち満喫、いいね、ぼっちぼっちは悪くない。私はぼっち好きだよ。うん、そうだよ、みんなで楽しもうクリスマス。全力で仕事 しますって。仕事もかっこいい、仕事してる君はかっこいい。スクショタイム、スクショタイム、じゃあ最後にします。何しよう、帽子、サンタさん、あなたもサンタさんなのっていう顔です。ということで、ありがとうございました。どんなシチュエーション、それなやってて思った自分でも。それでは皆さん、明日は素敵なクリスマスをお過ごしください。メリークリスマスイブ、バイバーイ、おやすみなさい、バイバーイ、ありがとう見てくださった皆さん。